問いかける明けない夜の声第三章常ならざる者。一夜は旅の修行僧である、そう自分に言い聞かせるように歩いている。実際のところはどう今日という一日を生き延びようか算段するのに精一杯の不老人と言っていい。長く厳しい冬が続く、その寒さに震えながら歩いている。生きてゆく術を知らないのだ。なりわいを持たない人間がその日の糧を得生きてゆくには人の情けにすがるほかはない。捨てられるように預けられた寺で習い覚えた経典はまだあまりにも少なかった。その意味すら分かりかねた。とても人様の前で教えを説くどころではない。ただ乞食として物乞いをするよりは好意を身にまとい街角に立ち門付けをしてあやふやな経文を唱えている方がいくらかでも人様からの憐れみを受けられるのではないかという卑しい思いから始めたことである。得るものは少なく後ろめたさもある。自分よりも立派な堂々と修行に励む僧に出会うと慌てて身を隠したりもした。自分でも情けなるほど惨めな生き様なのである。それでも座して死を待つよりは恥をさらしてでもこの世に未練をつなぐことを選ぶ一夜ではあった。なりふり構わず生き続けろ、そう一夜が思うのも彼の若さであったかもしれない。けれども思いもよらず寺を焼き払われ、たった一人で世の中に放り出された後、つかの間ではあったけれど味わった安らぎが、一夜をしてまた生きてさえいればきっと何か胸のときめくような楽しい思いができるかもしれないという望みを持たせたのかもしれない。とはいえ実のところそんな甘い望みなど消し飛んでしまうほどこの頃の一夜は沈んでいた。寒さが身に染みた。今日も一夜は歩く見知らぬ街を。人々は飢えすさんでいた。仏を敬う前にまず己の腹を満たすこと。人への情けなどはどこを探しても見つからないような気がした。一夜はひもじかった。歩くのもやっとだった。ところ構わず倒れ込みたかった。それにしてもこの寒空である。一息に暮れようとする空に追い立てられるように、一夜は一晩をやり過ごくべく、ようやく見つけた見るからに痛みの激しい破れ堂に潜り込んだ。闇はすぐそこに迫っていた。夜などなければよいのに、一夜は思った。昼間夢中で過ごしてさえいれば自分の惨めさや不安は忘れていられる。歩いてさえいれば弾む息を確かめて前を向いていられる。余計なことは考えないで済む。けれどもこの闇だ。夜が来たら全てが立ち止まる。見えていた景色は全て墨色に染められて沈んでいく。そしてこれまで息を潜めていた何者かが動き出す。一夜の決して力及ばないもの、姿なき怪しきもの、飢えと疲れと寒さに身を縮ませていた一夜はいつしか眠りに落ちた。がそれから間もなく。もしもしお坊様、旅のお方、お助けください。もしうつらうつらしていた一夜の耳に女の声が届いた。すぐそこに聞こえるのだが気配がない。もしお坊様。どこです、誰です。ご本尊の仏様の裏でございます。後ろ手に縛られて身動きもなりません。どうぞお助けください。縛られてご本尊の
檻からの月明かりがわずかながらも破れた胴の中まで届くと見えて、ぼんやりと内側が見渡せた。決して怪しいものではございません。お助けください。お願いでございます。ああ、はい。今へ行きます。一夜に疑う気持ちなど少しもなかった。一人の女が困っている。助けてあげよう。それだけだった。ああ、大丈夫ですか？さあ、捕まって、こっちへ。さあ。どうしたんです？はい。おかげで助かりました。このまま凍え死ぬところでした。一体どうしたんです？何があったんですか？こんな寒さの中。肌着姿もしどけなく、肩で息をする女にどぎまぎしながら、一夜は尋ねた。はい。こんなことを知らない方にお話しするのも恥ずかしい限りではございますが、私の夫は至って猜疑心の強い男で、私に他に男があるのではないかと、かねてより疑いを強め、乱暴しながら問い詰めるのでございます。そんな折、時折は商売でお世話になっておりますお侍様がお立ち寄りになって、品物を見定めておりましたところ、夫がどこで見ていたか踏み込んでまいりまして、さては相手はお前だったのかと、殴る蹴るの哀れよ。それは恐ろしゅうございました。お侍様とて黙ってやられてはおりません。自分にやましいところはない。奥方とてそんなつもりなどありはしないと、私のことまでかばってくださったのが、かえって夫の怒りに火をつけました。しばらくは揉み合っておりましたが、いくらお侍様とはいえ、夫は盗賊上がりの荒くれ者、とても相手になりません。私ともども縛り上げられて、このお堂に連れて来られてしまったのでございます。いや、そんな、なんてひどいことを、怪我はないんですか？ご心配ありがとうございます。私は大丈夫でございます。え、それで、その、お侍様というのは？その、奥で虚しくなっておいでです。え、なんですって？一夜は驚いて、堂の奥へ走っていった。ああ！そこには、確かに身分卑しからぬ立派ななりをした侍が、苦悶の表情のまま倒れている。あたりが急に、血生臭く感じられた。これは！夫は人の皮をかぶった獣です。盗みのためなら人の命など何とも思わず、女と見れば見境なく奪い去り、己が欲を満たすことだけを考え生きているのです。夫とはいえ、望んで持った夫ではございません。金品もろとも強引に奪われてまいったのです。聞けば聞くほどひどい話だ。あなたに怪我のなかったのがせめてものことでした。いいえ、私も無事には済まされませぬ。じきに夫は戻ってまいります。今度こそ私を殺めに。そんな。一度に殺しては腹の虫が収まらぬ。散々怖い目に合わせた後、侍の亡骸の前で殴り殺してやろうと言って、夕方酒を飲みに出かけて行ったのです。夜中には戻ってくるはずです。だとしたら、こんなところでぐずぐずしている時間はないじゃありませんか。早く逃げ出さないと。いいえ、女一人でどこまで逃げられましょう。すぐに追いつかれてしまいます。これも皆定め、前世からの宿縁なのでございましょう。諦めるのは早いです。酔って戻ってくるんだったら、わざわざ追いかけるのも億劫になり、やめてしまうかもしれません。うまく逃げれば見つからずに済むかもしれないじゃないですか。でも、私一人ではとても。音もしますから。そんなお坊様、あなた様にご迷惑がかかります。ことによったら命に関わるかもしれないのですよ。構いません。よるべなきこの身を惜しむ気持ちなどありません。お坊様、どうして私のようなもののためにもったいのうございます。さあ、泣いてる暇なんかありませんよ。そうと決まれば急ぎましょう。ね、立てますか？恐れ入ります。なんとお礼申し上げたら良いものやら。よろける女を抱きしめるように支えて一夜は立ち上がった。
深く考える余裕はなかった。ただこのたおやかな女性を命の危機から救わねば、急がねばという気持ちに駆り立てられ慌てているのだった。さあ急ぎましょう。はい。一夜の肩を借りて立ち上がった女は、破れ堂から頼りなく一歩を進めようとしたが、その刹那。ああ、いけません、いけません。どうしたんです。夫が戻ってまいりました。え。一夜の目にもはっきりと月明かりに照らされた人影が見えた。どうやらまっすぐにこちらに向かってくるようだった。お坊様。どうしてですか。私は旅の者、たとえ見つかったとしても私に危害の及ぶことはないはずです。そんな道理の通る人ではありません。私と一緒だと知れば問答無用で切り殺すに決まっています。私が何とかあなたの命だけは助けてあげるように説得しますから。無駄です。お坊様にはあの人の恐ろしさがお分かりになっていないんです。怒りに狂った獣なのですよ。さあ早くお逃げください。いや、そんなことができるもんですか。みすみす手をかけられることが分かっているあなたを置き去りにするなんて。さあ、ね、一緒に逃げましょう。もう手遅れです。お坊様がそこまでおっしゃってくださるのなら、一つだけ助かる方法があるかもしれません。何です?こんなことをお願いするのは、どんなに罪深いことかは分かっているつもりです。ですけど、助かるためには。構いません。行ってみてください。あなた様のお力をお借りしたいのです。はい。奥で虚しくなってのお侍様の腰のもので、一思いに夫を殺めていただきたいのでございます。刀で?私に武器を手にして人を殺めろと?それより他にあなた様が生き延びる術はございません。もちろん私も、よるべなき身の我が命を惜しいとは思わぬ。確かに一夜はそう言った。しかし何もせずにむざむざと殺されるのは嫌だった。女の言うようにこちらから不意をつけばうまくいかないとも限らない。夫は油断しております。お侍様を倒したからには、あとは縛られて何の手向かいもできない私がぐったりと横たわっているだけ。だからこそ酒も飲み、面白半分にやってくるのです。お堂に足を踏み入れる間合いを見計らって切り込めば、いかな強力で乱暴者の夫でも倒されるのではございませんか。私にそのようなことができるのだろうか。刀どころか斧や鍬さえ振り下ろしたことのない私が。殺すか殺されるかでございます。もちろんこのようなお願いをしている私が憎ければ、先に殺しても構いません。私が招いたことですから。もし、ことがうまく運びましたなら私、あなた様のおそばで一生お仕え申し上げます。はしためとして、どんなお世話もさせていただきます。何とぞ、ご覚悟を。一夜にはどうしたらよいのかわからなかった。気がつけば女に言われるがままに刀を手にし、震える腕を必死に押さえながら身構えていた。人影はもうすぐそこに近づいてきている。男の息遣いまでもが今にも聞こえてきそうであった。人を斬るんではない、人を殺める恐ろしい魔物を退治するんだ。人ではない、鬼だ、獣だ、魔に取り憑かれた悪しき者だ。これは人助けなんだ。足跡も乱暴にズカズカと堂に入ってきたその者をめがけて、一夜は必死に刀を振り下ろした。えい!一夜の刀は空を切った。弾みでもんどり打って倒れ込んだ一夜だが、男に向かって叫ぶ。血に飢えた悪鬼をば成敗してくれる。これ以上人を殺めるのはやめろ。カーツ!刀を握りしめる両手首を思い切り叩かれて、一夜は刀を取り落とした。このたわけもんが、わしがわからんか。お前こそ、病気に当たられ、のぼせやがったうつけもんじゃ。何を言う、覚悟しろ。黙れ一夜。久しく呼ばれたことのない己の名を聞いて、
一夜我に返った。改めて相対しているその男の顔を見つめてみる。お嬢様。それは死に別れたと思っていた師匠であった。どうしてここに和尚様が、申し訳ございません。女を殺めに来た男と思い、とんだ無礼をいたしました。女だと？はい、ご覧のように、胴の奥に縛られていたのを助け、逃れようとしていたところでございます。助ける？どこにおる？ですからここに、あれ、もし、大丈夫ですよ。人違いでした。隠れなくても。もし、どこに行かれました？あれ？いないな。そんなはずは。嘘ではございません。動かぬ証拠に、仏像の裏には、犠牲となったお侍の亡骸が無残に打ち捨てられております。確かめてみるがいい。ですからここに、いない。いや、けれども私は、この侍の刺していた刀を借りて、こうして、その棒切れが刀だと思うすか？いや、これはただの木の枝だ。心弱き者はあやかしに食われる。一夜、お前は女を助けさえすれば、その礼に女と年頃になれば、なれはしないかと邪心が芽生えた。その隙に乗じてたぶらかされたんじゃ。おそらく、この道で無念の死を遂げた女でもいたんだろう。お前の好きだらけの心に訳もなく入り込んで、もてあそんだものに違いない、心することじゃ。一夜は呆然と声もなかった。自分にすがり、涙ながらに助けを求めていた女、たぶらかされたとはどうしても思えないのである。だが、女の姿も、侍の亡骸も手に取った刀までもがすべて幻と消えているのであった。女が消えて和尚が立っている。それもまた一夜にとっては謎なのだった。和尚様はあの焼き打ちの晩に命を落とされたものだとばかり思っておりましたが、命は永遠じゃ。出会いと別れを繰り返す。今日こうしてお前に会えたのも何かの祝宴じゃろう。さあ、少しは正気に戻ったか？いや、待たせてる者たちがおるでの。さあ、中へ入ってくるがいい。大事ない。和尚の呼びかけに応じて現れたのは、いずれも裏若き三人の娘たちであった。それぞれが艶やかな衣を身にまとい、その美しさを競い合うかのようだった。山向こうのおばさんの家まで出かけるとかでな、道に迷って難儀しておった。ならば、道連れにしな。幸い酒も食い物も持参だそうじゃ。今夜はここで遠慮なくご馳走になろうじゃないか。一夜がまだぼんやりとしてる間に、酒魚の用意は整えられた。油に火も灯された。たった今、和尚からカツを食らった一夜である。あやかしに惑わされるなと。この破れ堂に、かくも不釣り合いな美しき女たちとご馳走。一夜は思わず和尚の耳元に囁いた。和尚様、この者たちは何者です。この者たちこそあやかしなのではありませんか？何を恐れておる一夜。心弱き者が飲まれる、食われるのじゃ。あやかしをあやかしと知って付き合う。これもまた一興じゃ。しかと見て楽しめ。腹も減っておろう。久しく笑ってもおらんじゃろ。この娘たちに舞など回せて、お前も歌の一つも聞かせてみろ。和尚に言われるままに、娘たちは舞、歌った。ごちそうは腹に染み渡ってうまかった。酒は全身を駆け巡って何とも言えない安らぎをもたらした。そして女たちの美しさがどこまでも眩しかった。わしはお前に一夜の名を与えた。一人のアホという意味でな。
わしもお前も一人のアホに過ぎん。同じ一夜じゃ。仏の道を治めようと修行に打ち込むのも、凡俗の泥にまみれ日々の糧を求めていくのも、悩み苦しみ惑い痛みに耐え寒さに震えるのは一緒だ。お前一人が恵まれていないのではない。どこにあっても喜びを見出し楽しみを得ること、人の区別はありはしないんだ。そこにアホになれ、アホのまま生きろ。一夜よ。一夜は何かが分かったような気がした。同時に未だ闇の中でもがいているのに何の変わりはないとも思った。だが女たちの強制にまみれ、和尚の声も己の思いも儚くかき消されていくのだった。酔いが一気に回った。一夜は目を覚ました。あたりは静寂に包まれていた。人の気配もない。酔いつぶれて寝ほうけているやもしれぬ和尚や女たちの寝乱れ姿を思いながら一夜が起き上がった。まだ夜は明けない。明かりは消え、月明かりだけだったけれども何もなかった。誰もいなかった。一人仮の宿として飛び込んだ破れ堂のその時のありさまと何一つ変わらなかった。ほら見ろ、あやかしだ。あの女どもは何なんだ。人をたばらかすタヌキキセネの類か。闇に潜み己の心の隙に忍び寄る魔物たちなのか。いや待て、和尚様。和尚様はもうお立ちになられたのですか。私を置いて、それともあなた様までもが幻だったのですか。私を教え導き光を見出そうとしてくださったあなた様も、いやいやいや、和尚様は亡くなられたのだ。生死を超えて私のようなもののためにわざわざ現れてくださったのだろうか。それだったらあやかしではもちろんない。お導きだ。つまり常ならぬものすべてが闇なのではない。己を導くも滅ぼすも一つ、源は一つなのではあるまいか。一夜のそのぼんやりとした答えのようなものは悟りとは程遠いものだった。むしろ謎は謎として深まったに過ぎないのかもしれなかった。とその時、お坊様、いろいろとご面倒をおかけいたしました。ああ、あなた、また会われたんですか。あなたは一体何者なんです。なぜそうやって人をたぶらかすんです。なぜご主人があなたを殺しに来るなんてデタラメで私に殺生をけしかけたりしたんですか。何とも言い逃れはいたしません。私は罪深い女なのでございます。あなたの優しくご立派な様子をずっと拝見していて覚悟ができました。私をこの世から葬り去ってお坊様のお経で成仏できますよう送り届けていただけませんか。死んでお詫び申し上げます。せめてこの後再び生まれ変わって現世に姿を現すことができましたならお坊様にお仕えして安楽で平穏な暮らしを送りとうございます。いや、何を言ってるんです。今度はあなたを殺めろと私に頼むんですか。私の眷属の多くが乱暴な人間たちに殺されてしまいました。私はそれを許すことができません。これまでの罪深い行いの数々を思えばとても成仏は叶うまいとは思いますけれども、せめて
尊い方に導かれて死にとうございます。いやいやいや、待ってください。私はね、こんななりはしていますけど、本当のそうではありません。骨敷きで日々の糧を得、その日暮らしの旅を続けるただのつまらない人間です。いいえ、あなたは立派な方です。私にはわかります。何言ってんです。それに自分から死のうだなんて、来世の幸せを願うのは大切なことでしょう。成仏して極楽浄土へと導かれたいって思うんだだって信心かもしれません。でもね、そのために自ら死んでいこうっていうのは、なんていうか、つまり間違ってるって思うんです。お坊様。一夜は混乱していた。この女が常ならざるものであることは分かっているつもりだった。自分が仏門の人間として教え悟す柄ではないことも分かっていた。明らかに一夜は別の感情からものを言っているのだった。女の素直で心から自分を頼り切っているように見える姿を愛しいものと感じていることに気づかないわけにはいかないのだった。私は一人ぼっちです。生きていくのに頼みとするものもありません。ですから、せめて来世を信じて。あなたのお名前は？お坊様？何とおっしゃるんですか？タエと申します。けど、どうして私の名など？タエさん。私と一緒にやり直してみませんか。一人で心細いって言うんだったら、私だって同じなんです。来世で私に使いたいなんてそこまで言ってくださるんだったら、今から私のそばにいてくださいませんか。もったいのうございます。嫌ですか。そんな。得体の知れない女に向かって、初めはあったためらいが、気がつけばどうしてもこの女を放ってはおけない、そばにいたい、手放したくないといった感情が急激に高まっていった。俺はバカだ、痛い目に遭うぞ、そう思いながらも何かにすがりたい気持ち。一夜には放浪を続ける旅の暮らしの辛さと味気なさが、これで大きく変わるかもしれないという期待と嬉しさまでもが込み上げてくるのだった。これまで腹の底の方に抑え込んでいた熱いものが一度に溢れ返った。どうにでもなれ、このあやかしかもしれぬ縁にとことん立ち向かって受け止めてやれ。あなたさえ構わなかったら、タエさん、私はあなたを支え、あなたも私の力となり、手を取り合って生きていくことに何のためらいもありません。私のこの思いを受けてはくださいませんか。あなた様は本心でそんなことをおっしゃってくださっているのですか。ただ私が哀れで慰めてくださっているだけではありませんか。いいえ、決してそんなことはありません。一夜は女を抱きしめていた。若い一夜である。女の柔肌に触れてしまってはもう止めようがなかった。どうにも自分を抑えられなかった。これだけの思いを打ち明ければ、女も恥じらいながらも許してくれるものだろうと、一夜は都合よく考えて、抱きしめている両の腕に力を込めるのだった。だが意外にも女は、そんな一夜に必死に抗いながら言うのだった。いけません。それだけはお許しください。今そんなことをなさったら、私たちのいずれかが命を落とすことになります。ですからどうかお許しください。こらえてください。女の言葉は一夜の理解を超えていた。どうしてそんなことを言うのだろうと思った。恥じらいから来る断りの言葉にしては変わってはいるな。でもそれ以上の意味などないな、そう思った。しばらくはそうして押し問答を続けていた二人だったが、とうとう女は一夜に押し切られてしまった。覚悟を決めたように目を閉じ、
一言だけ言った。私が死んだらどうぞお経を読んで祈ってください。けれどももう一夜には女の声は意味をなさなかった。抱きしめれば折れてしまいそうな女の体を自分の懐に手繰り寄せながら熱い息を吐いた。一夜の意識がふわっと薄くなり宙へ舞ったような気がした。まるで天から下界を見下ろしているような眺めだ。たくさんの人が歩いてゆく。中には鳥や獣までもが混じっている。それらの命を持ち姿ある者たちが皆一つの方角へ静かに歩いてゆく。西田、西方浄土だ。一夜はそう思った。けれどもそれはたやすいことではなかった。ある者は道半ばで倒れ動かなくなった。ある者の前には深い断崖が口を開け道を断ち切っている。またある者たちは役人のような人間に止められ調べられさらには拷問にあって苦しんでいたりもする。そうでなくても病や怪我のために体を引きずってこれ以上は歩けそうもない人たちもいた。罪、業、宿縁、そんな言葉が一夜の脳裏をよぎる。誰もが皆生まれ持った別々の業を背負いながらそれでも歩いている。終わりがどこかは誰にもわからないまま歩けるうちは立ち止まることもなく歩いていくしかないのだ。この歩く先に何があるのだろう。一瞬のようでいて永遠にも感じられるそんな時間がいつまでも続いていた。朝の気配に一夜は目を覚ました。静かだった。静かすぎるのだった。隣で休んでいるはずの妙を探した。いない。そんなはずはない。これからは二人一緒にとちぎった仲ではないか。姿をくらますはずはないと一夜は思った。妙、妙、ご本尊の前に小さく白いものが横たわっているのが目に映った。もしや妙、お前か。そこには真っ白な毛並みも立派な一匹の狐が冷たくなっているのだった。その両手は合わさって仏を拝んでいるようにも見えた。自分を抱いたらいずれかの命が失われる。そう妙は言ったのだ。妙、俺の身代わりにあって死んだのか。俺の命数はあれでつけていたものをお前が変わってくれたというのか。一夜の中に熱いものがこみ上げてきた。また一つ罪深いことをしてしまったという自覚もあった。生きていくということは罪を重ねるということなのだろうか。どうしようもない自分をそのまま受け止めるほか何もないのだった。一夜は手を合わせた。妙と名乗った女の命に、真っ白い狐の亡骸に、それは仏門の端くれとして迷える者を導くなどといった気持ちでは全くなかった。むしろ身も心も投げ出して自分を救ってくれた者への限りない感謝と愛情から湧いてくるどうにも抑えようのない思いからだった。生まれてこの方、初めて一夜は人のために心から祈った。思えば不思議な夜であった。
すべては夢の中の出来事であったようにも、長い一生を一瞬で駆け抜けてきたようにも思える人よであった。そして一夜は思った。俺は生きている。生きている間は歩いていくしかないんだ。明けない夜に聞いた声を胸に、俺はまた歩いていくしかないんだと。静かなはずだ。いつの間にか降り出した雪は辺り一面を真っ白に包み込んでいた。